小笠原長京は、越前勝山藩の第六代藩主、信峰家小笠原家八代。法暦十年四月十二日、第五代藩主、小笠原信夫佐の長男として生まれる。明和六年に生死に指名され、安永五年十二月には元服して、親愛と名乗った。安永九年十一月十六日、父が病気を理由に隠居したため家督を継いだ。 反省においては、藩内取締法12課条を制定して、後期を粛清し、犯罪制裁権のために契約を行い、禁縮財政政策を採用した。安永10年3月には、勝山城下で退化が起こり、それを景気に引けし組を編成している。天明3年には、天明の大基金でが死者を多数出し、遺体を埋めるために掘った穴が足りなくなって困ったという、逸話もある。 天明6年4月には、打ち壊しが起こり、完成2年1月には、江戸下屋敷が火事で全焼し、完成3年には、暴風雨で被害を受け、完成9年には、合成騒動が起こるなど、反省は、多難だった。完成11年3月10日に、江戸で死去した。去年40。あと、長男の長期が継いだ。改善寺の長京と、長守の墓。左は、 信房の墓、ありがとうございます。